井上真央でございます。ノーミルク佐藤です。始まりましたミルクサッカーアカデミー選手通信簿シリーズでございます。今回は YSCC 横浜編です。お願いいたします。ということで、ね、各種データから振り返る昨シーズン、そして新シーズンのお話もちらっとということでございますけどもね。はい、はい。YS はですね、2020年は18チーム中17位という成績ではあったんですが、まあぶっちゃけそんなことは関係ないんじゃないかってぐらいに面白い試合を毎回見せてくれたっていうのが本当に印象的なね、ポジションレスなチームだったんですが、これね、後からね見ていただけるとね、間違いないのが、もしかすると J1、J2、J3 問わず J リーグナンバーワン戦えてたチームなんじゃないかっていうデータが一個浮き彫りになりましたので、はい。ちょっとね、最後のレーダーチャートまで余すこところなく聞いていただければと思います。これは楽しみでございますよ。はい。はい、よろしくお願いします。ドン1枚目出ました。はい。はい。チーム MVP はやっぱ宮本選手ですね。はい。得点、チーム内得点王の14得点も上げました。まあね、ただ一個言えばね、毎年毎年この2桁得点した選手が取られるってのでね。これがね、ちょっと宿命的と言いますか。これはね、J3のチーム。はい。ただそこを必ずまた次の選手が出てくるってのがすごい素晴らしいですよね。はい。そして U23 選手の MVP としてはゴールキーパーの大内選手でした。はい。実は大内さん2000年生まれなんですけど、もうずっとね、中学生の頃からか、年代別の代表にずっと実は呼ばれていて、はい、ライバルは今湘南にいる、ガンバからね、湘南レンタルに行ってる谷選手なんで、ずっとだから谷を追い続けるってのずっとやってるんで。なるほど。横浜FC帰りますけど、そこでね、守護神取って、はい、またね、なんか、より上を高みを目指してほしいなと思いますよね。はい。はい。そして、ボール出しは土立選手。これも2年連続かな、よく考えると。そうですね。ずっとそういうキャラクターでね、君臨されてますね、あのポジション。本当そうですよね。深い位置でね、代わりに取って。はい。で、2021年はすでにキャプテンに就任されたということなので、2021年はちょっとまたね、楽しみなところでございます。なるほどね。はい。そして、ビルドアップ王という形にしましたけれども、宮尾選手でございます。あ、印象的ですね。J の中でもトップクラスですよね。はい。もう本当はボランチなんだけど、宮尾選手とあとジュビロ磐田の伊藤洋輝選手の2人は、ね、最高列もやりますしね。そう、ボランチ、ウイングバック、サイドバック、センターバック、左とか、そうだね。もう本当あらゆるポジションやってたな。で、そこが見事ですし、ね、フリーキックも蹴ったりとか。本当そうなんですよね。はい、来年今度今治でということになりますから。そうですよね。はい、ライバルチームですけど、はい、まだね、活躍楽しみでございます。はい。ミルアカ賞としては、鬼江選手。あ、鬼江選手。ね、ルーキーでしたよね、今年は。そうです。高卒のルーキーでした。はい。途中出場でね、ほんとそうなんだよ。3人抜いてとかありましたよね。あったね、あの左からね。で、それでも確固たる地を築いた2020年だったと思うので、で、ほとんどね、こう役割ちょっと似てた音泉選手が富山に移籍しましたから、おそらく鬼選手、次はウイングバックに加えて、シャドウなんてポジションもあるんじゃないかと思うので、よりね、一層なんかオフェンシブな活躍も楽しみなところでございます。はい。やっぱチャレンジングでしたよね、シュタルフ監督がいろいろこう試しながら、ね。いや、本当そうだったなと思いますね。気持ちも見える、なんかベンチワークも見てて思いましたし、ね、みんなで応援できるチームな気がしました。はい。間違いないと思います。はい。そしてチームのアシストは佐藤選手でございます。はい。ということで。では続いてニュースいきましょう。こちらとこんなことがありましたよということですね。はい。YS さんは、ポジションレスに挑み続けてるんじゃないかなと、僕個人は勝手に思ってるんですが。はいはい、いろいろね、あっち行ったと思ったら逆にいたりとかね、後ろにいたり前にいたりとか。そうなんですよ。ね、でも確かに最近そのヨーロッパでも、はい、結構複数のチームで、こうポジションなんてやや関係ねえんじゃねえかみたいなことやってくるチームが増えてきてて、で、J リーグだと2021年札幌が似たようなことをやりそうなんじゃないかっていうのが、ちょっと見えてる部分があるので。新シーズンに？あ、そうですか。そう。だから実はだから、YS が J リーグの中で一番最先端の戦術を取っていた可能性はあるんじゃないかなと思いますね。だからワクワクするのか。かもしれません。まあでも下の監督若いですし、でも三社監督もこうアップデートし続けてるのがすごいね。いや、やっぱね、頭どれだけこう柔らかくね、隠させるかどうかが結構ね、肝なのかなと思いますよね。どういたしまして。あ、ミシャさん。下の監督、ミシャさんですよ。ミシャさんだったか。はい。続いてすいません。続いて2019、2020年と実はこのチーム、ロングカウンター関連の数値が、ひたすら激増してるんですよね。これ何チームか J1、2、3ともに見受けられるんですけど、なんかすごい普通に当たり前に考えてみたら、まあさ、皆さん、高い位置で奪ったら、なんかシュートつながりそうな気がしません？そうですね。普通に考えたら。距離近いですからね。そうなんですよ。例えば J3 だと YS さんとかと岐阜はい、イフさんなんかそうなんですが、実はショートカウンターよりもロングカウンターの方がシュートにつながりやすいというちょっと特殊なチーム、なるほど、すごいね、だったりするんですよね。でもだからこそ要は自陣にこう引きつけた上で相手のディフェンスラインをそう少なくさせた上で数的優位作るっていうのがうまいんだろうなと思いました。なるほど。それでいてこんなところも、ね、ナンバーワン PK 獲得&決定チーム、シーズンに7点取ったんですよね。すごいわ、こんだけ取れるのは。なるほどね。海外だと今だったらVAR とかもあるんで、十何点とかやっぱ行きやすいんですが、それなくこれってのはちょっと相当だなと思いますね。あんまりない、3から5点ぐらいだと思うんで、大体やっぱこう縦の飛び出しの意外性とかがあるっていうことですよね。追いつけないというかなと思いますね。あと個人的にはツボだったのさっきのオニエ選手なんかもそうなんですが、はい、2試合連続でしたよね。途中シーズン途中で、中盤の金子大成選手から、フォワードの P 打線ヨーン選手にボールが渡ってそれでゴールみたいな感じがあったので、ありましたね、はい、だからそのあたり個人的にはツボでしたね。はいはいはい。あとはね、ただこれね、問題なのはここで、平均するとボールダッシュ位置が全クラブで最も深い位置なんですよ。これはあえてでなくて多分あえてだと思うんですよ。なんでさっき言ったロングカウンターに成功してるのはもう二重丸だと思うんですけど、はい、唯一言えば、いわゆる、もうゴールと目と鼻の先で奪われてる状態なので、ね、ディフェンスの方に結構課題が出てしまってるかなーってのはあるんですよ。もうちょいセーフティーに取れるんじゃないかということもあるんですか。そうですね。ってのはあるのかもしれません。なるほど。はい。まあ、ただ、他のチームと違って、毎年やっぱり5、6人スタメンが持ってかれるチームじゃないですか。そうですね。それで毎回やり直ししてるって考えると、相当すげえなと思います。確かに。そうですね。はい。そして下から2番目。はい。これ最終節でしたね。アビコさん。はい。最後は得点はならずとも、得点に絡む形で、1点ね、チームの得点が生み出て、いや、間違いないでしょう。インターの花道をと。やっぱ、アビコさんに決めさせたくないっていう思いがね、アビコさんにマークを寄せたとも考えられるわけでしょ、これ多い。まさにそうでしたからね。いやー、なんかナイスランだったなと、本当に思いますね。なんか、楽しくませていただきましたよ、本当にね。勇気もいただきましたもん。あとは、2021年12月31日のライジンに出てくるかどうかを、あと注目しましょう。出てくんないかな本当だね。そんなことおっしゃってるんですか？そう、格闘家になりましたから。冗談でしょ？本当になったの？なるって言ってますから。すごい。いや、これちょっと見守りたいですね。いや、そうですね。あ、これは話題性ありますね。ねえ。はいはいはい。ちょっと挑戦にね、期待したいと思います。なるほど。はい。はい、そして YS さんはね、先ほどから言っている移籍の通りで、やっぱ去年は浅川さんとかいましたけど、今回は宮尾さん、宮本さんらが移籍ということで。はい。まあでもそれだけね、育成してるチームだというところから、今度2021年は誰が出てくるのかにも注目していきたいですね。本当ですね。本当これチームとして楽しみですよね。はい。はい。ということで続いて、月別の成績推移見ていきましょう。はい、出ております。こちら。はい。勝ち点の平均値の推移ですね。はい。はい。こちらね、水色になっているところが、まあ、といった成績ではあるんですが、はい。まあ、あんまりそんなことは関係ないかなと、正直思っていますと。これが、ここの、いわゆるチームの結果のグラフだけ見てしまったら、はい、まあやっぱ17位だよなとかっていうふうに思っちゃうかもしれないけど。数字だけ見るとってことですよね。そうそう。はい、ただ、YS はもちろん自分たちで昇格するってことはもちろんだと思います。はい。それ以上にやっぱ今のフェーズとして、やっぱファンサポーターを今いっぱい獲得する時期でもあるし、はい、あとは他のね、いわゆる一つ上のカテゴリーのチーム、二つ上のカテゴリーのチームたちとのいろんな連携性を獲得していく時期でもありますから、今いい選手をこれ作ってこう出すっていうことができるだけで、レベルが上がっていってるのかなと思うんです。で、そのレベルの変わりようってのは、後ほどね、あと2枚後のシートでも分かるので、なるほど。こちらをね、はい、お楽しみに。ああ、レーダーチャートでね、分かりました。3年比較で後ほど見ていただきましょう。はい。ということで、続いてもいきましょう。はい、こちらでございますよ。ドン。はい。いつ、どのぐらい誰がね、出たかっていうことでございます。はい、出場成績でございます。左から、スタメンの、ごめんなさい、選手の名前、スタメンとかの割合ですね。出場の割合、スタメン、ベンチの数、そして右側のところに水色の部分がスタメンだったよと。黄色が途中出場で長く出ましたよ。ピンクが短めです。ということでございます。1節から34節まで一気に勝っちゃうということですからね。ありがとうございます。で、こう見てみると、やっぱり分かりやすいのが、結構試合に出場している方々って、はい、例えば宮本選手、音泉選手の前の方2人と、宮尾、戸舘、佐藤裕太、ね、あとは、はい、キーパーの例えば大内さんとか、そこら辺になってくるのかなと思うんです、はい、そんな中で今回ね、宮本選手が藤枝、音泉選手が富山、そして宮尾選手が今治に移籍したって考えると、はい、だこのチームのやっぱ中核なしてる方々っていうのは基本的に、ね、いわゆるちょっと上というか、同カテゴリー、また1個上とかのカテゴリーにやっぱ持ってかれるケースが多いなーってことを、なんか改めて感じるところではありました。やっぱこのチームでね、いわゆる最も最先端の戦術やってるからこそ、はい、それはね、戦術のいわゆる理解度も高まるから、まあ他のチームとしても取りやすいっていうのもあるのかな。素人目に僕が見ても、この魅力的に見えるんですよ、このチームでやってる選手ってね。わかりやすいですよね。だ多分おそらく2021年なんかは、はい、今度ピーダーセン選手、はい、でオニエ選手、うん、でタバディエゴ選手、うん、でドダテ選手、佐藤選手、あとは、はい、もちろんね、西山選手、大泉選手あたりもそうですし、あとは船橋選手あたりが一気にググッともっと来るんじゃないかなという位置になりそうなので、なるほど、なるほど。そのあたりをちょっと楽しみに今度見ていければいいのかな。はい。個人的にはタバさん、オニエさん、楽しみでございますね。楽しみですね。はい。では続いてもう見ちゃいましょうか、レーダーチャート。はい、こちらです。ドン出ました。はい、レーダーチャート。何を買った？おー。これは今までやってきました。全チームでどこにも見たことない形。ほんとそうなんですよ。ということでまずは表の見方から。うん。白い部分が偏差値50、平均の部分です。紺が2018、赤が2019、黄色が2020となっています。そして、その他ね、外側のところを見ていくと、右上がオフェンスのトータルアクション、シュートとか、アタッキングサード侵入とかで、右下が非シュートとか、非チャンスとかになっていますと。これ右下はね、非なんで逆に見ていただきたいですね。これ打たれてなければないほど、外にポジティブな数字として張り出すということになっております。ということでございます。そして左下はタックルとか、インターセプトとかのディフェンスのここの数値で、左はパスとかドリブルとかのオフェンスのここの数値となっておりますと。まあ、わかりやすく2つほど飛び出てるんですね。そうですね。左下と左上ですね。タックル数とドリブル数。これがリーグ平均大きく上回っておりますね。これですね、ドリブル数は偏差70だし。いやー、はい。タックルになっては偏差値80。いやー、はい。別次元ですね。そうですね。でもタックルとかに関しては、例年高いんですね、これね、3年間。ちょっとずつ伸ばしている。そうなんですよ。これはどういった要因と狙いがこの結果になってるんでしょうか、先生から見て。YSCC っていうチームは、ダイナミックなんですよね。皆さんは見ても分かるぐらいだと思うんですけど、だからよく例えばそうだな、海外とか国内でもコンパクトにやってくるチームっていうのは多いわけですよ。だって、コンパクトにしてた方が、お互いのこのコミュニケーションも取れるし、ライン間とかもこう狭めるから、相手をこう、そう封鎖しやすいっていうのはあるんですが、YS さんの場合はもう幅ピッチをギリギリ限界まで使ってる感じがあるので。うん、確かにそんな印象です。そうなんですよ。なんでだからロングボールボーンって放って、敵陣でこうドリブル仕掛けるっていうケースが多かったりするから、左上のドリブルは伸びてるんじゃないかと思うし、で、それが奪われた後とかでも、ワンオンワンっていうケースがかなりどこかしらでも多くなっちゃったりするので、それで奪うときにデュエルでこうタックルってことを仕掛けるケースが多いのかなとはちょっと思って。そうか、広く使う分局地戦が生まれるってことですね、攻めで守りでも。そういうことですね。そういう結果こうなってるということですね。だからまあ、インターセプトもまあ高いっちゃ高いんですが、やっぱインターセプトするにはあまりにも幅があまり広がったりするんで、そういうのはあるのかなと思います。ただそれだけこうみんなでこうガッてこう攻め入る時もあったりする分、とかあと自陣でね、そのビルドアップの時に奪われちゃったりする分もあって、今年はそのチャレンジングな部分もあったからこそちょっとね、だいぶ攻撃はされてしまったかなというのはあったんですが。3年比較でも、まあ、ここ3年で一番攻められてしまったという印象ですね。ですね。だから、こう、ただね、まあさん皆さん。確かに攻撃はされた。シュートも打たれたし、チャンスも作られたんですが、非ゴールのところを見ると、2019と変わってないんですよ。ああ、そうですね。なるほど。そうだから攻められたけれども、ゴールキーパー頑張ったってことは言える。2019よりめちゃめちゃ多く攻められたけど、奪われたゴールは一緒ぐらいってことですね。そうなんですよ。なんでこれは大内さん頑張ったゴールキーパー。これは言えるのかなとちょっと思っています。あとはだから、できるだけもっとね、前線でフィルターをかけられるように、ボランチとか、あとは最終盤のそのディフェンスラインでもっと地上戦のこう網を仕掛けられたら、もっとボール奪える回数広がって、もっとシュートする局面とか高くなってくると思うから、で、さらにこれ、YS さんすごいのは、右上のとこ見ていただけると、アタッキングサードに侵入する回数はそんなに多くない。そして例年よりも少なくなったりけど。はい。枠内率は2019よりちょっと上がってる、うん、ああ、そうですね、上がってますね。うん、そうなんです。だからざっくり枠内率が悪くない平均並みのチームなので、はい、アタッキングサイドの進入とかゴールシュート数が元平均値ぐらいまでいけば、枠内率が悪くないので、なるほどね、ゴールもおのずと平均超えてくるから、はいはいはい、だからやっぱり守備でもうちょいはめることができたら大きいのかなと思うんです。なるほどね。こう見ると先生、2018年はすごく良かったんですね。まあだから、大体やっぱこう似てるなと思うのが僕は、レロが山口さんなんですよ。だからここで良かったから取られちゃってるってことか。そう。で、いいっても目つけられてるから、毎年毎年いろんなチームに持ってかれてる。そういうことですね。そう。だから全体を本当に全員、こう、育成しきることはできないんだけど、局所単位でやっぱ2年くらいスパンでこう出てくる選手がポコポコいるから、そこを他のチームが目つけて持ってくって流れになってるのかなと思いますね。っていうことはあれですよね。新しい選手も入ってきやすくなってるし、循環もできてる、信用も得られたチームになってきてるってことであるから。間違いないと思いますね。全体的なチームのフェーズ的にはこのレーダーチャットだけで表せない成長があるんだということですね。そうですね。あとはだから YS の成長こそが多分 J リーグ全体の成長につながってると思うんですよ、そうやって。だってそうやって、まあ、昔のだからね、数年前のレノファさんがまさにそうで、それで今の J1 を作り出してるのって、ね、5年ぐらい前のレノファだったわけだから。なるほど。これが今度は YS になってきてるのかな、ちょっと思いますね。なるほど。うん、こういうね、チャレンジングなチームがあってしかるべきですよね。ですね。なるほど。なんかちょっと魅力に気づかされるような回でございました。先生、ありがとうございます。はい。というわけでお送りしてまいりました。新シーズンどうなるでしょうかってお楽しみにしていきましょう。さあ、ミルワカから最後のお知らせでございます。ミルワカから裏テーマ。J リーグ全スタジアムが満員になる日を目指してというのが裏テーマで頑張って勝手にやっておりますのでね。はい、やっております。ぜひ2021も一つよろしくお願いします。お願いします。はい、今年はね、ミルワカでも、レビューとかはちょっと、いろんな形でまたやっていこうと思ってるのと、はい。あとは、ミルトとなんで、リスナーの皆さんにもご参加いただける企画をちょっといろいろやっていきたいなと思ってるし、はい。それにたくさんね、選手さんとか、あとはチームの皆さんともいろんな、コラボなんてもできればと思っておりますので。そうですね。ぜひ、お声かけてください。まだまだやらせてください。よろしくお願いします。そして、メンバーシップコンテンツね、奥座敷深掘りで先生がね、深めの授業をやってくれるというね、コンテンツもあります。ぜひね、メンバーシップ入ってください。お願いいたします。お願いします。さあ、というわけで、明日からも毎日やっております、ミルクサッカーアカデミー、朝、昼、夜と出てますんでね、ぜひなんか選んでみて、ちょんまげということで。お願いです。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。では、お時間でございます。井上までございました。ノーミルク佐藤でした。皆さん先生ありがとうございました。ありがとうございました。